聖書解釈の無謬の基準はですね、聖書自身である、ね、聖書は聖書によって解釈しないといけない、ね、どの聖句のね真の完全な意味について疑問のある場合ね、わからない、この意味どうかなとね思う聖書解釈あるわけですよね。ねクエスチョンマークね。でその時に勝手に指摘解釈を加えてはいけない、ね、この箇所はですね他の切り替えてある聖書から解釈しないといけない、ね、もっと明らかに語る他の箇所によって探求し知らなければならない、ね、ということですね。だからまあよくまあ議論になる一つなんかのはペテロ書のね、このどう言いますかイエス様がこの第1ペテロの3章の終わりですね、キリストを死なれたでその例において囚われの例のところで御言葉を述べ伝えられたと、ねまあ、この箇所ですね。でこの箇所でですね、この箇所は、まあ、ものすごい数の聖書解釈があるわけなんですけども、そういうところでですね、決定な解釈に立ってですね、そして、まあ、ある人はですね、セカンドチャンスがあると。ね。要するに、死後にキリストは福音を述べ伝えられるんだとね、チャンスがあると。ね。でこういう場合はセカンドチャンス論というのを書いたりしてますけども、これは完全にですね、間違った教えですね。聖書のほとんどの箇所がですね、人間は一度死ぬ、ね、血を裁く、ね、生きてるうちに福音を聞かないとダメ、ね、述べ伝えないとダメ、ね、そしてこの、どう言いますか、このね、この人の信仰基準ね、これも素晴らしい、なんですけどもね、仕事死ぬ末ね、死後の状態ね、32章ね、ウェストミンスター信仰の32章ね、人間の死後の状態についてね、人間の体は死後地理に帰り朽ち果てる、ね、しかし彼の霊魂は、ね、死にもせず眠りもせず、ね、不死の本質を持っている、ね、直ちにそれを与えられた神である、ね、死後直ちに、ね、神様のもとに、ね、迎え入れてある、ね、そしてこの偽人の霊魂もそれで完全に記憶され最高の天に受け入れられ、そこで彼らの体は全く焼かないね、再臨の時は待ち望みながら光と栄光に神の御顔を、ね、死後直ちに天国ね入れられ、しかしまだ霊魂裸のままで、ね、栄光の体の線では再臨の時であるというね。で悪人の霊魂を、まあ、信仰のないものもあれば、まあ、地獄になると思いますね大いなる裁きの日まで閉じ込められる、ね、そして苦悩と暗黒のうちにあり続けると、ね、聖書は体を離れた霊魂に対してこの2つの場所以外には何も認めていない、ねね、だから、ね、私たちの救いのチャンスがあるのはですね、生前だけである、ね、いうことが生まれたら聖書の生まれたら福音理解の、まあ、基本的な構造なんですよ、これはね。でもですね、もうこういうまあ言ったら、まあ言ったら本当にですね、この今正確に数もあるので、ね、120通りぐらいですかね、いろいろ可能性がもっと可能性があるね、解釈、ね、解釈があるぐらいね、絞ったらもう少し類型があるわけなんですけど。そういう分かりにくい箇所のですね、決定な解釈を用いてね、そしてですね、それをね、だからこの箇所がテキストを意味していないところのですね、意
意味を軸にしてですね、幹にしてやるとですね、オセロみたいになってね、他のはっきりした成果全部裏に変わるわけです、ね、そしてこうこれを軸にして繰り返してしまうとね、こういうことやってるのもあったら名前まで言うとですね、いろいろ問題なく言いませんけども、まあ、だから今教理や神学やってるものとしてパッと見たら、まあ、俺はまあ毒入りリンゴだなっていうのがすぐ分かるわけなんですけども、こういうの引っかかると言うなんですよね、教理にね。いや、こういう説教したら、ね、日本人もっと救われるんちゃうかとか言ってね、講談で早速やり始める人なんですよ。ちょっと怖い人ですね、そういう人はね。だから、お互いにいつも思うんですよね、こう福音理解というのはやはりこうね、センターラインね、センターラインに沿って、まあ、語るべきで、ね、聖書的、ね、聖書的である、ね、そしてこの正当的、行動的である、行動的で、歴史の教会でですね、広く受け入れられていたりとかね、なんでこうね、新しい教えとかね、なんかこう精霊がですね、特別な働きで教えてられてるようにね、思ってですね、それにこうね、こう飛びつくしたんですけどね、止まってないですよね。それは臨床試験を経ていない新薬ですからね、すごい薬が発見された。しかし、まあ、1人ぐらい救われるかしらんけど、99人ぐらいがね、死んだりするわけだからね。それからまあ、裁判が始まるというね、時々ありますよね。まあ、本当にですね、教理の世界はね、古いほどいいんですよ。というのは、この臨床試験を十分経てね、安全な、だから、ね、三位一体とかね、神事未成事間後はね、いっぱいその周りにね、間違った教えがあったんですよ。だからそれを全部こう潰してね、潰しながら確立されてきた教えですからね。新しい教えっていうのはね、なんかこう、まあ、ちょっと気をつけないといけないですね。ほっともなんですね。いろいろ、まあ、試作を広めるということはいいんですよね。いろいろ広く考えるね。これはいいんですけども、講談からですね、片付けは、ね、安全な薬を使ってもらわないとね、あそこの病院では、12名やな、とかなって言ってね、噂が立ったりあるんですよ。教会でもそうだった。あそこの病院は、ちょっとなんかこう、怪しいとか言ってね、今のね、セオル号で、なんか、問題になってますけどね、あそこ の会長というか、クオンパというね、韓国で異端とされているね、団体です。そうですね、いくつかは新天地とかね、まあ、いくつかと異端専門のね、そういう先生に来てもらって、セミナーを学んだことなんですけど、そこはもう、なんていうかね、イエス様を信じたら罪が許されると、許されたんだからもう悔い改める必要はない、どんな罪を犯しても大丈夫、ね、悔い改めるのは罪が許しの確信がないせいだと、ね、盗んでも勧誘してもな何しても大丈夫と、ね、そしたら、まあ、ああいう事件がね起こってしまう、まあ、以前にもなんか何十人がね集団自殺をした事件を抱えているらしいですけど、まあ本当に多くの人命をね、犠牲にして、むさぼり尽くしてもね、なお逃げ隠れして、恐ろしい、ね、ほとんどの社員の人、ほとんどそこの異端の群れの信徒でないかって言われてますよね。まあ、どちらにしてもですね、私たちは健全な、ね、健全な、ね、教義、ね、健全な福音理解、ね、よく言うのに健全な肉体に、ね、健全な魂を宿る、ね、
ていうふうに言いますかね。本当にこの健全な教理ね、健全な教理ね、健全な教理とですね、聖書の教えねと、この健全な霊ね、健全な霊的経験ね、霊的経験、これ表裏一体ですよね。コインの両面ね、だからこのね、ヨハネの手紙ね、4章2節ね、第1ヨハネ4章2節ね、のことがありますよね。まあ1節2節ですけども、愛する者たち、霊だからといってみんな死んでいる、それらの霊が神からのものであることを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさんいるべきだからです。人となってきたイエス・キリストを告白するようなみんな神からのものです。それによって神からの霊を知るのです。はい、そうですね。だからこのね、肉体をとってね、来られたね、キリストね、これを告白するね、そういうこの理解を、福音理解立つこのクリスチャンは、この健全なクリスチャンであるね、教師である。しかしこのそのね、肉体を取ってこられたね、イエス様を否定する、まあ、加減論とかですね、ドケティズムとか言いますけど、あれは霊に過ぎなかったんだとかね、いろいろな教えで、そういう教えっていうのはこのキリストのものではないね。だからこの表裏とですね、聖霊ね、これは表裏一体であるね。だから表裏がおかしかったら、その人はですね、聖霊によるというよりも、まあ、肉の上で語っているということがね、できますけども、だから 100% こうね、すべての点で健全な教理を語ることは難しいかもわからないんで、まあいろいろね、失敗もあるでしょうけどもね、まあ中心的な教えでね、やはりこうおかしかったら完全に異端ですよね。まあそういう面でこう健全な教理とね、健全な霊ね、だから時々ですね、すごいこのね、群れを形成しね、なんかこうすごいこうね、教会形成するけども、ちょっと距離的にね、おかしいというか、やっぱりちょっと注意しないとね、いけないね。だから必ずしもね、教会の大きさとか献金の規模とかね、勢いとかね、そういうんで教理の健全さ判断しちゃダメなんですよね。やはり聖書からね、判断して、傷んでも異教でもすごいね、建物持ってるとこたくさんありますよ、信者はね。だからといって私たちはそっち走らないわけでね。だからね、急速な成長を図るためにね、偽物をよく売ったらね、後が大変ですからね。だからね、小さくても純粋なね、ぶどう酒をね、高品質で提供ね、し続けたら信用が広まってね、あの面でこう安定的にね、支えられていくんですね。で、まあ聖書の教えの分析とね、今日的な意味を読み込まないね。まず第一はですね、このその時代ね、歴史的状況とね、その目的性、意図ね、で聖書がね、その時代でどういう意味を持ったのかね、このことが第一ね。で最近、まあ私はと、まあ研究してるのね、学科ですね、学科、まあ学科というのはですね、こう神とね、イスラエル、あるいはまあ引いては新約では教会とね、キリストとね、キリストとまあ教会のね、この愛し合う関係を描いている書物であるんです。
しかしこの、まあ、ピーターの十字架シリーズなんかもそうですけども、ね、画家が描かれた背景というのはね、この時代、ね、そして目的というものを考えますとですね、基本的には男女のですね、男と女のね、このまま言ったらこの恋愛といいますか、このね、の描写である、ね、でなぜこういうことが分かってきたかというとですね、この時代のですね、この同じ時代のエジプトのね、エジプトの恋愛歌というのがあるんですよね。恋愛の歌ね、ね、それとですね、大体構成と言葉がですね、非常に似ているというね、そういう、まあ、研究が非常に、まあ、進展しているんですね。で基本的にですね、今日の画家の解釈の中では、ね、第一義的にですね、歴史的状況がいいと、まあね、男性と女性のそういう恋愛、ね、それがですね、こう解釈されね、解釈されね、そしてこの、まあ、適用されていると、ね、信仰者のと神の関係に適用されると、まあ、こういうものを見たらステップで、まあ、解釈されるね、いきなりなんかこう読み込まないというねことなんですよ。聖書がもともと意味していたものをまず、ね、解釈してそれを、まあ、適用していくというね、なかなかね、面白いね。だからここでですね、非常に知らないことは、この男性と女性の恋愛、まあ、そういう恋愛ね、いうものの、まあ、神様のそこそこが祝福ですよね。でその背景にはやはり創世記のね、一生ね、堕落以前ね、神様はね、我々たちに人を作ろうと、そして男と女に作ろうとね、そしてその作られたものは甚だ良かったとね。だからこのそういうこの異性ね、ね、男と女ね、異性関係、そしてまあこの二章の間では一心ね、二人が裸であったが恥ずかしいと思わなかったね、そして一心同体となるのであるとね。でこういうことに対する祝福ですよね。だから聖書はそういう、こう男女のまあ言ったら恋愛とか、あるいはこうどう言いますかね、裸を見つめ合うとか、あるいはこうそういう一つにされていくということに対して本当にまあ肯定的であり祝福として認めてもらえるとね。ただまあ結婚という枠を超えたりですね、そのまあこう神様の御心のね、そういうこう範囲を超えていたら罪になるわけですけどね。神様の清い祝福の臨在の中でそれは聖である、ね、清いと、ね、いうことだ。でそういうまあ言ったらね、だから食欲でも一緒ですよね。食欲でもね、これは暴飲暴食になったらこれね罪ですね。それと同じように人間の性欲でもですね、男女が健全に愛し合って、そしてこのね家庭を築きね、そしてこう夫婦の交わりをし、また子供も全部祝福になる。それをまあ禁欲、過度に禁欲になったり、あるいは結婚の枠を超えてこう放縦になったら、これ罪になるわけでね。そういうまあ捉え方ですね。これはまあ健全であって、ね、そういうまあね、意味で聖書の本来の意味をね汲み取っていくというね、この箇所の本当の意味は何か、その時代性、目的性ですね、それ非常に大事ですね。そしてこう歴史の中でね、どういうふうに、まあ、一つの教義が見られてきたかね。画家の解釈でもですね、ずっとまあこういういきなりこういう解釈の中にねはまり込んできたわけですけども、今日ですね、非常にそういう面ではこうね、よりこう広げられてきたし、健全に、豊かになっていくということが言えるんですね。まあ、それが、まあ、いろんな教理でね、この
まあ、再検証されていかなければ、ね、再考され、ね、ね、再検証、ね、されていく聖書解釈がね。やっぱ聖書解釈っていうのはその発展途上ですからね。やはりこの、ね、歴史的状況も完全に分かるわけでないしね、いろんな資料がどんどん出てきてね、そしてこう研究が進んで、まあ、行きつ戻りつしながらですね、意味がさらに深く、ね、豊かにされていくと、ね、いうことですね。で、まあ、他の神学者はどう扱うか、ね、だから面白いですね、こういうの画家でも私も、まあ、3、40冊ぐらいちょっと中外書を集めてね、日本語とか英語とか読んでますけども、一つ一つの聖書の箇所の解釈でね、いろいろありまして、いやすごいなっていうかね、面白いなってね、そしてまあこういろいろね、中外書でもですね、こう幅があってね、こうね、これは、結構ベターだなとかね、こういろいろ位置づけてね、これはこっちの立場だなとかね、まあこの辺り一番いい仲介書だなとかね、2、3冊ね、こう絞っていくわけですけどね、なかなかこう仲介書でもですね、多様でね、そして、まあ、他の文化の持つ視点の検討ね、いうことも、まあ、挙げられるね。本の中でいろいろ進んでいく中でね、一つ、まあ、挙げますとですね、例えば北米ですね、アメリカ、ね、と、まあ、南米、ね、ラテンアメリカね、この辺りでですね、ずいぶん、まあ、教会観とかいろいろ捉え方が結構違いが出てくるというね。で、北米ってね、やっぱりアメリカの豊かなんですよね。だからこのアメリカなんかよく流行ったのがね、フラー神学校なんかを中心によく進展しました教会成長学ね、教会成長学ね。で、これはですね、どういうか、フラーの特徴というのは市場調査して結果が出る原則を見出して、このそれを応用するというね、この市場調査ですね、市場調査から、まあ、いた原理原則を、まあ、いたら、まあ、見出しているというね、こういうやり方で、これアメリカの企業で盛んになったやり方なんですね。で、それがまあ教会への応用ということでね、で、結局、まあ、ある例えばロサンゼルス、ロサンゼルス、あるいはインドであるインドね、2つの教会があって、1つはものすごく成長したけど、片方は絶対ダメだった。なぜかね、いろいろ分析してね、原則を作り出す。日本でもそういうね、教会成長研修書類があって、データの収集の役割も果たしてるわけですね。いろんな先生方集めて発表させるというね。で、まあこちらのやり方の考え方ですね、まあ教会の規模を大きくするね、そして、まあ、もう大きな教会の場合は、まあ、そこの役員会ないから大企業の理事会で一緒でね、もう莫大な金を動かすわけですからね、うん、で、ただですね、この、まあ、そういうアメリカのそういう考え方ね、で、ラテンアメリカに行くとですね、また違った状況がね、今はまただいぶ違ってきてると思うんですけども、一昔前までですね、大体人口のですね、数パーセントの人が国の富の90数パーセントを握っているというね、そういう社会構造があってね、だから ほとんどの人が生まれたら貧困ね、ギリギリのまともに水もね、きれいな水も飲めない世界に生きているね、そういうこの底辺ね、底辺の人たち、貧困でね、で、ここでまあ言ったらこう語られる福音という、ね、
で、こういうこれはですね、その人から見たらですね、あのね、こういう豊かな人たちの福音であってね、でここではですね、あのウテレスというの解放の神学というね書いたあの人なんかの本を読めばですね、あの基礎共同体というね、そういうまた教会がね、基礎ね、基礎共同体ね、まあ今国に巻いたほとんど、まあ牛や馬や奴隷のように使われて死んでいく、そういう人たちがほとんどな、まあ社会構造の中でね、どういうふうに彼らは福音に出会い、福音を生きていくのかというね、そしてまああの、まあ、特にカトリックの宣教師なんかですね、そこで奉仕するわけですけども、で貧しい人たちにですね、まあいたら技術を教えてね、この、まあ、貧困から脱出するためにね、生活を立て直してあげるね、そうしながらですね、このクリスチャンとして生きていくね、そういうものを作ろうとするわけですね。そしてこうどう言いますか、あのちょっとずつ生活水準を上げていくね、そういう取り組みね。でまあその本なんかに書いてあったのは、そういう取り組みをしているときにね、この前の豊かな層にいるね、大地主とか、まあ、そういうの邪魔になるわけですよね。そしたらこうそういう、まあ、たらあのならず者を宿ってね、こう武装集団でこう襲わせるわけですよ。そしてこのリーダーを殺したりとかね、誘拐したりとかね、そして潰していくというね、こういう戦いの中でまあいろいろカトリックの神父の銃を取って戦ったりね、そういうようなことが出てくるというね。そしてまあここでですね、そういう言葉が直面したね、アメリカの政権の人たちは母国に帰ってね、実はこういう考え方でですね、あの支えられているアメリカの前からね、前からこういうことを基盤にして前からアメリカの豊かさが支えられているというね、ことでですね、まあ、アメリカ自身がですね、アメリカのクリスチャンたちがね、また企業経営者たちがですね、この元南米の貧困問題に目を留めて取り組まないとですね、これは改善されないというね、南米からアメリカへの宣教師として戻っていくというね、そういうまあ歴史が、まあ、あのかなり改善された部分もあるんでしょうけど、まだね、今はまたブラジルで、まもなくワールドカップというのにね、なんでそんなワールドカップにかけて自分たちの、ね、貧困や教育にしわ寄せが来るのかというね、ことで、まあ、あの辺にもですね、こういう問題がね、結構潜んでいると思いますね。まあ、どちらにしても、このグローバリゼーションね、まあ、世界規模で物事を見る中でですね、それぞれの国の状況、ね、経済や生活水準の状況とか、いろんな要素が絡んでね、福音とか聖書解釈の理解も違ってくる、ね。特にまあこの解放の神学なんかでは、出エジプトのベースにした神学って結構強いんですよね。パロの抑圧からの解放ってね、そういうね。でこっちはアメリカなんかやったら、どっちかやったらね、あの健康と富の神学とか、ね、成功哲学とか可能性思考とかね、絶えずこう上昇して金持ちになってこう、ね、豊かになろうというね、そういう機運のこと強いですけどね、南米の人から見たらちょっとそれはマモンの神学とみたいなね、にも捉えられるところがあるね。はい、そこまでで何か質問ありませんか。あのちょっと話してもらいたいんですけど、どんなことでも、富を得て、こう大きな教会を目指す、うん、
そうな目的の教会が多いんですね。で、キャンベルの教会は違う、ここにおっしゃってたので、まあ、状況が違うということですね。まあ、アメリカもその一色ではない。